さて続いてご紹介する企業様ですが、はい、あのミシェルさんは生まれも育ちも千葉県の浦安でしたっけ。千葉には間違いないんですけど、あの、はい、育ったところはね、あの幕張から立石ってわかるかな、三重の方ですね、はい、そんな具体的にどういうことなぜ聞いたかと言いますと、はい、あの小さい頃から新宿に馴染みがあったかなということをお伺いしたかったんです。全くもう新宿に初めて出てきたのは多分20歳前ぐらいだと思います。大人にもうなる頃なる頃ですね、大学の時ですね。ですか。今回はですね、昭和48年激動のオイルショックのその翌年に東京新宿で不動産事業を始めました、こちらの企業様です。日本全土を揺るがしたオイルショック。当時の経済状況を見てみると、そこには不安の2文字だけでなく、混沌とした中での成長や希望という兆しを持った、まさに激動の時代でもあった。そんな大きく変化する時代とともに変わりゆく人々の住環境を舞台に、実績と信頼を築き上げた男たちがここにいる。アサヒハウジング株式会社代表取締役社長加藤茂雄、課長加藤義弘。東京新宿、日本の中心地から総合的な不動産事業を展開してきたアサヒハウジング株式会社は、激動の時代とともに経験した栄光そして挫折を糧に、常に進み続ける企業を体現。今なお大きく成長し続けるその実績は、お客様に夢と希望を与えている。今回は豊かな未来を作る加藤茂雄、加藤義弘をスタジオに招き、創業から現在に至るまで詳しく話を聞いた。今日は課長の加藤義弘様もご一緒に来てくださったんですが、息子さんでいらっしゃるんですよね。あ、はい、そうですね。お互いのなんか仕事っぷりというのをあのいつも見てらっしゃるかと思うんですけれども、こうやって一緒にテレビにご出演していただくっていうのはどんなお気持ちでしょうか。なんとなく複雑な気持ちですね。お互いの間でこう相談があったり、はい、あのそういうこともあるんですか。私はまだこちらの会社に移ってきてそうそう長いわけでもないので、いろいろとあのお話を伺いながら、ちょっと相談しながらやらせていただいているっていう形ですね。あのお父様の社長さんも、あの元々は繊維業界にいらっしゃって、 そうですね、その後この住宅業界に転職されたんですよね。昭和41年にあの大学を卒業しましてね、はい、それで初め繊維業界に入ったんです、まあ、それなりに仕事やってたんですけども、はい、この儲からん業界はね、とてもじゃないけど生涯かけるのはまずいと。繊維業界ですか。ええ、あ、そうですか。ということで、その会社が不動産部ありましたんでね、はい、あ、ぜひそのこちらの方をやらせてくださいと、で住宅産業に乗り出してくださいということを当時の社長に権限したんですけど、お前のその情熱を繊維にかけてくれって言われた。それでもうしょうがなくてね、すいません、辞めさせていただきますって言うん で辞めさせてもらって、はじめそのダイオハウスの営業マンとしてあの再出発したんですね。ただあの自分は結婚する前に家を建ててっていうのは昔から決めてましたんでね。あ、そうなんですか。昭和43年には家建てられたんですね。まあ自分の家を建ってから住宅産業に入りましたんでね。そのおかげでその初年度29棟売れたんですね。当時の新人で一番だったと言われたんですけど、で2年目は36棟、3年目から60棟ぐらい売れましてね、ダイワースの営業マンではまずトップじゃなかったっていうのが、まあ、若い時の自慢なんですけどね。で女房には初めから言うと離婚されちゃうんで、結婚してしばらく経ってから次の産業に行くんでよろしくっていうことを話したの。はそしたら素直に言うことを聞いてくれましてね。うーん、当時再出発された千葉どこだったんですか。あの新宿、当時昭和44年の当時の新宿っていうのは、京王プラザホテルがね、はい、ようやく20階かそこからしか建ってなかったんですね。うん、そして今のアサヒハウジングさんの前身になるのがアサヒホームズさんですよね、はい、これはいつ頃できたんですか。昭和49年の4月にできましてね。
で昭和48年 の、 あの10月にが第一次石油ショックだったんですね。当時の建築業界は大混乱を起こしたんですけども、自分としてはその独立してね、将来株の株を公開する会社を作りたいと思ってましたんで、それで昭和49年の4月に13名で出発しましてね、ずっと1割5分配当を続けて、昭和63年の11月に株を公開できたのね。株の値段は当時3080円。覚えてらっしゃる、間違いなくね。当時の売上実績もお伺いしていいですか。まあ、当時はその最盛期は売上180億で、社員も180人で、借金も180億で非常に覚えやすい。借金も、あら、当時泉さんを、CM に、CM に使わせていただいて、ところがこれが逆に話題しましてね、株を公開した時38億のお金が入ってきたんですね。それで当時その思い切って不動産を買ったんですね。それがそのピークでしたね。それで大変な思いしましてね、それは大変ですよね。土地の値段が3分の1とか4分の1になっちゃったんだね。で不動産業界よく言うんですけど、8割9割が倒産したって言われてね。でうちはまあ建築がやっぱり主力でやってましたんで、それでもやっぱり土地の値下がりでこのまま行ったらもう確実に倒産しちゃうっていうんで。それバブルですか。バブル崩壊ですね。平成3年4年から崩壊が始まりましてね、借金がなかなか払いきれませんので、当時の金利は 8% ぐらいですし、これでもうどうしようもなくなっちゃったんで、当時 の、 パナホームの社長のとこへ駆け込みましてね、このまま行けば倒産しちゃうんで、その助けていただけませんかということをズバリ話したんだよね。そうしましたら当時の辻っていうそのパナホームの社長は、債権カットしてもらえと。債権カット、借金をね、その合法的に棒引きしてもらえということを、そういうサジェスチョンをいただいたんですね。そんなことできるんですか。それで三菱銀行に当時メインでしたから、はい、駆け込みましてね、そうしましたら半月後、当行はあなたの意向に沿った形でね、そのやりますから、条件がありますってこと言われたんですね。で一つはそのスポンサー会社を見つけること、それから公平に債権カットをやってもらってください。当時まだ元気だった山一証券に、が幹事証券でしたから、そこへ飛び込みましてね、ぜひそのスポンサーを探してくださいって言われて、それで一部上場会社である金華さんを紹介してもらったんですね。まあ当時の借入金を合法的にまあ棒引きしてもらったって言ったのも悪いんですけれども、ところがそれはそれで ね、平成8年にそういう形になったんですけど、まあ9年ぐらいになりますとね、どうも金華さんの意向と自分が合わなくなりましてね、やめますということを話しましたら、まあ快く引き受けていただいて、平成10年にまた辞めた後、アサヒハウジングという会社を作った。再出発した時は天井もありませんのでね、で過去のお客さんを訪ねてきましてね、資本金もまた出してくださいということで、当時4000万でまた再出発させてもらったんだね。そういうことができるのがすごいよね。普通はそこで終わるってますよね。もう平成10年までに4500棟もの実績があるとお伺いしていますけれども、はいね、今でこそね、天井の高い家っていうのは当たり前なんですけれども、天井の高い家っていう発売したんですね。ズバリの名前ですから、展示場にありますとね、皆さん珍しく入ってくるんですね。でなおかつアパート系アパートも、世間はワンルームを一生懸命作ったんですけど、自分は当時 3DK とか 2LDK とか、そういうタウンハウス、そういう建て方をしたんですね。まあ、そういうのが特徴でしたんで、宣伝をしなくても、まあ、程よく売れたっていうのが珍しいということで実態なんですね。息子さんにお伺いしたいんですけれども、アサヒハウジングさんの
建築にある工夫がされていると伺っているんですが、はい、アサヒハウジングで主力商品とさせていただいているのがテクノストラクチャーという商品なんですけれども、構造体にですね木と鉄の複合素材を使って、まあ木造鉄骨に続く、まあ、第三の工法として、あ、なるほど、混合で融合させるみたいな、そのそ、ね、これはこの間の熊本地震でも650棟ぐらい建てたんですけど、はい、1棟もその損傷しなかったっていうんで、あ、このコンビで、コンビっていうかあれでやると、ね、テクノストラクチャーで、そしてもう一つ大きなポイントで、これまで辛かった時にも家賃保証を変えなかったっていうのはどういうことなんでしょうか。バブル崩壊の時に各社家賃保証っていうのがね成り立たなくなった時期もあるのでね、家賃を下げさせていただくっていう点においても事前にお知らせしてね、はい、こういう形になりますけどもよろしくお願いしますっていうことを、まあ、当時500名ぐらいのオーナーの人に家賃保証しますけれども条件をね少し変えてくださいませんかっていうことを申し入れたんでね、そうしましたらほとんどのお客さんが OK してくれましてね、はい、そういうこともまあ、家賃保証を継続できたっていう大きな原因なんですね。今現在一番アサヒハウジングさんが力を入れていることと言いますとどういうことでしょうか。もうずいぶん昔に建てていただいたオーナー様 の、まあ、アパート、まあ、小建てですとかそういったものがですねもうちょうど今築30年ぐらいになってるんですね。で当時とその建築基準法、まあ、都市計画法が改正をされて土地に対する家の大きさの上限が大きくなっているので、なので例えば 2階建てしか当時建てられなかったんですけれどもそれを3階建てに、まあボリュームを上げて建築をするですとかそういったことに非常に今力を入れてやらせていただいてます。今お客様の反応っていかがですか。築30年の建物を壊して建て替えてなおかつ今は金利が安いですから住宅金融公庫で 1% 以下の金利で借りられることが可能ですので、ね、皆さん建てようって気になるんですね。それが今一番力を入れてやろうという商品になってますけど、社会の基盤となる建築の世界から新たな形を発信し続ける加藤茂雄、そんな男が掲げた今後の展望とは。まあ自分としてはね今までの従来のお客さんをより大切にして今度はお子さんの代までね、うん、付き合うような会社になっていきたいというふうに思ってます。事業承継もうまくやるつもりですんでやっぱり代々住める家って言ったら大事だよねこれ。そうですね、なくしたくないですよねそういうことは ね、もう今から気が引き締まる思いですね。そうですね、ありがとうございます。ではアサヒハウジング代表の社長としての格言を教えていただけますか。仰いで天に恥ずと伏して人に恥ずというのをモットーにしてますけども。わかりました、まあまあ、いつまでもこう皆さんの仲間でねそしていいアドバイザーでねこれからも頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。